中野信洋から1895年、明治28年2月11日は、日本の海軍軍人。日清戦争で戦死した、海軍隊である。佐賀藩士。旧姓は添江島。母親戦争における今市の戦いで討ち死にした、中野次郎介の講師。神奈川県知事などを務めた、中野武明は、義理の叔父に当たる。中野が法術長を務めた。 本後攻撃者に学び、海兵士官学校へ進むが在校中に廃校となり、測成教育を受け卒業。坂井田田都市、竹富国金らが同期生である。1877年2月海軍省医法同時に運用、法術などを学ぶため海軍兵学校への通学を命じられた。1879年9月、海軍省医。 富士山、浅間乗組として、測量、砲術などの実務を学ぶ。1883年11月、中位へ進級した。竜城分隊長を経て、再度開閉通学を命じられ、在校中の1886年7月、大へ進級。12月に、開閉の卒業証書を授与された。同時に卒業証書を授与された大は3名おり、 小医として授与されたのが、石橋はじめ、八代六郎、名はま八郎、伊地知彦次郎などである。清照及び、葛城の各分隊長を経て、海軍大学高校工合学生二期を卒業。高合学生は、後の講師学生に相当するもので、同期に、後の、品野丸、艦長、成川木がいる。海兵の卒業クラスがない海大卒業生は、中野と、 海兵士官学校同期生、正木き工事の2名のみである。中野は、法術長適任書を授与された。中央の緑色部分が、流行島海兵教官、同官時などを務め、今後法術長として、斉藤七五郎ら海兵20機の練習公開に、参加。1894年6月に、ハワイへ入港し、日清戦争の開戦を迎えた。 今剛は、同地で、在留邦人保護の任を果たして8月に、日本へ戻り、再開艦隊機関となる。中野は、同年11月に、天竜副長に転じた。新国北洋艦隊は、航海海戦などで打撃を受けたが、異海へを基地に抗戦を続けていた。連合艦隊は、陸上砲台や残艦の攻撃を図り、天竜は、第三遊撃隊の先導艦として、 異海鋭攻撃に向かったしかし流行島砲台からの反撃を受け天竜は被弾中野は戦死した北洋提督帝女将から降伏書がもたらされたのはその翌日のことであった海軍兵学校出身者戦死者カオルカゲロク15ページ AB 海軍70年師団ピアニッシモ250から251死者略伝巻9 海軍兵学校遠隔、明治19年12月23日、陸海軍召喚人事騒乱海軍編、海軍大学校卒業者名簿、海軍兵学校物語 P235、大海軍を思う、P113、官報第183号、除任1884年2月12日、増位所見伝贈補番上特使増位年表 P12。ありがとうございます。